リンのカイザーの動画。皆さんこんにちは、バイオリニストの中川香織です。今日はカイザー練習曲の第31番を演奏してみました。今回は左手の速くて正確な運動を練習します。長いスラーやアクセントなどもポイントとなり、難しい練習だと思います。また演奏後に弾き方と練習のポイントをお話しします。それでは聴いてください。どうぞ。いかがでしたでしょうか。この曲は音を揃えてスラーでレガートに速く弾くという練習です。まずは3つずつ、3つずつのスラー、そして6つずつ、6つずつのスラーでゆっくりから練習をしてみましょう。速いパッセージほどより音程の取り方に気をつけるようにしてください。ここは半音、ここは全音になります。いうふうに細かい音程にも気をつけてみてください。力が入って力んでいると、指が早く動きにくいので、ネックを
握りすぎないように、そして指板を押さえすぎないように気をつけてみてください。そしてある程度弾けるようになってきたら、楽譜通りの大きなスラーで練習をしていきます。ここで弓の配分に気をつけましょう。またアクセントがついているところは、アクセントの分の弓の配分にも気をつけるようにしましょう。アクセントは右手の圧力と弓のスピードでつけますので、弓をその分使えるように配分してください。また弓元から弓先まで均一に音を出すようにすることで、レガートが綺麗に弾けます。弓元での返しも滑らかになるように意識をして練習してみてください。以上、参考にしてみてください。次回は32番です。また見てくださいね。そしてチャンネル登録もお願いいたします。それではさようなら。